来てしまった。来てしまった。この緑色のこれや、緑色の、この緑色の場所、うん、そろそろ入った方がいいんじゃん。汚いやん、もう汚くない。ダニ湧いてるって、私に言ったらヤバい。ちょちょちょ、お前ええ加減せよ。今日ゲスト来てますね。僕一個やりたい企画ありまして、おあのこの間ね、はい、鎌倉で練習した動画も上がってると思うんですけど、はい、そこで天水さんが、はい、達人の攻撃あれ福地あれ嘘だろと、なるほど、痛くないだろ、なるほど、っていうのをご飯食べながら話したんですよ。はいはいはい、やってんなと。そう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 、あれってさ、もう動画上のもうエンタメだよねみたいな。この間のあのノッコン寺田と白川先生の動画みたいなもんやね。そうそう、あれは俺やばかったよ。面白すぎて5回見ちゃった。あれ5回見ちゃった。いや、あれさ、あの場は凍りついてたから。めちゃくちゃやったぞあれ。めちゃくちゃ同じ目に合わせようと。そうです、ちょ一回登場してみましょうか。なるほど。じゃサングラスは2人はさ、いやいやいや、濃いのよ。何ですか。ヒントが最近多い、嬉しいでしょ。そうそう、天水頻度多いですね。あんまり呼ばないの欲しい。呼んでほしい。なんかね、呼んでほしい。ほら、書いてもらいましょうか。いや、なんか危険な香りしかしないのよ。そこに呼ばれるのが本当は。そうですよね。今日組手の準備は、組手の準備はしてきたよ。してきたよ。なんかもう何があってもいいよ。とりあえず持ってきたよ。どうすか実際、達人の攻撃言いたいと思います。いやでも、あれはさすがに、さすがにオーバー。嬉しそう、嬉しそう。いや、痛いとは思うよ、もちろん痛いとは思うし、あれ別になんともないことは絶対ないけども、いくらね、福地言うとだろうと、だけど、あれはさすがにやりすぎ、やりすぎ。昔の俺見てる感じやつ。そうそうそう。いやいや、本当に、いや、やりすぎだと、一番やりすぎだと思う。エンターテイナー、うおー。まあ、達人初回ということで、もうあの人しかいないと思いました。初回はもう初回でもうめちゃくちゃ痛い打撃食らってほしいなということで、なんと、まあ、教えてないんですけど、雨宮先生呼んでます。雨宮先生呼んでます。雨宮ブリュー、雨宮先生ご存知ですか。なんかあの影ブリューみたいな。あ、もう、はい、脂肪、脂肪です。Kブリューです。Kブリュー、はい。空手の打撃と痛さ違いますよね。違いますね。いやでも正直一番うさんくさくないですか。先生、それは否めない。いや、なんか、うん、あのなんか着物とか着ちゃって、分かります分かります、着物とか着ちゃって、なんか髪をこう高い感じ。いや、髪も同じ感じじゃないですか。そうそうそう、なんか変わらない、なんか似てんな、黒い服でこんな髪の毛、雰囲気作ってんな感が。いや、俺もそういう誰が言ってんじゃん、してるから分かるけども、なんかあーちょっと似てんのかな。雰囲気作ってるんですか。いや、俺は作ってるけど。ということは、たぶんあの方も作ってんのかなっていうふうにはちょっと思ってた。なるほど、ね、じゃああの人の達人の月は、まあ、痛いだろうけども僕らオーバーすぎると、うん、いやでも本当にマジでリアクション痛くなかったしないから。大丈夫です、大丈夫です。いや、これまでの福地優斗のあの動画もたくさん見てもらったと思うんですけど、この戦ったのも、はい、あれも全部演技ですからね。あれは演技ですか。倒させかけてたの、演技倒させだから、そう、痛くないから、いつリアクションしよう、いつリアクションしようってやってリアクション取ってるけど、でも僕試合前だったし、それ気使っていただいたんですか。そう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 、あるよね。ちょっと喜ばせた方がいいし、やっぱ試合に向けてね、頑張ってるって分かってたから、そのおかげで勝ったみたいな。そう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 、そこでちょっとこう、じゃあ勝ってたの天水さんのおかげ。そうだよ、そうそうだよ。分かってなかったです。なんか通りでなんか勝った後の LINE とか来ないなって。ありがとうございました。はい、ということで到着されました。後ろで雨宮先生が控えてます。どうですか、初見ちょっと、まあ先生がいる前やったらちょっと難しい。いやいや、ちょっと正直は失礼かもしれないけど、うさんくさいです。おー、なるほど。ちょっと、いや、なんか思ったより思ってやれてほしい。確かにね、マジで本当失礼だなって、ちょっと重々承知で。いや、見た目だけです。古川さんも最初そんな感じで言ったじゃないですか。はいはい、髪をね、沢井先生が髪させまして、どうでした。いや、あの時は髪型、ああいう髪型じゃなかった。もっと単発な、そこ爽やかな、爽やかな、そこなんでも。だからなんかこう武道の先生やなっていう感じなんですけど、いや、そこじゃないね。ないの、ないの、そっちか、そっち、見た目の話じゃないよ。まず一発目、やっぱこれからこう、あーさ、欲しいから俺的に、それや、もう一番原点に戻るけど、忘れてた、俺も、俺も忘れてた。確かに、あ、そうそうそう、森川さんも打たれは慣れてるはるから、こことか痛ないね。はいはい、ワーってやったんで、ちょっと一回フルコンやってみたら、ね、こう抵抗を出してやって、はい、はい、こうやるみたいな、うん、これをちょっとあのケーブル流のやり方や、
なるほど。受け取ってほしい。ちょっと早速登場していただきましょう。はい、宮先生お願いします。お願いします。いつもありがとうございます。先生、先生お久しぶりです。ありがとうございます。ありがとうございます。先生、はい、あのね、舐めてるんですよ。もう。先生、あの、はい、森川さんのことご存知ですか。あ、森川さん、すみません、今日。初対面で、すみません、森川と申します。森川、あれよろしくお願いします。資格ないですか。森川です。あれ星低くらい初対面ですので、はい、ただいま森川です。よろしくお願いします。お願いします。でも、達人の攻撃は正直だから、痛いと思うけど、そこまでこう、うわーみたいな安のリアクションはさすがにやってるなって。あ、もう、痛みたいな。うん、いや、いや、だから、痛いじゃないと思うけど、うわみたいにやるんですよ。なんか、やるやるやる。先生、もうぶっ飛ばしてください。もうね、僕がもう、網宮先生の凄さを本当知ってて、もうね、この痛さも何もかも全て知ってるので、それがね、ちょっとやっぱ共有してあげたいの。はい、でもちょっと待って、さっきから阿部先生一歩後ろにおるよ。ちょっと距離を一緒にされたくない。あ、なるほど。ということで、先生、お願いします。お願いします、お願いします。ちょ、俺マジで本当に今回見ないで来たんで、はい、多分本当にリアクションでちょっとやらせてもらうんで、はい、全然来てもらって。大丈夫、よろしくお願いします。お願いします。手を上げて力を抜く、はい、だけなんですけど、はい、力を抜くと、こう肘からこう落ちてくると、肘にこう、あの、なんていうか、重力の力がこう抜けてしまって、はい、手をしならせないと、はい、あまりいい打撃にならないんですよ。なるほど、はい、しならせて、打たない。はいはい、で、うちの場合は、はい、こう、しならせることはしなくて、腕の重みをそのまま伝えたいんで、はい、このまま、あの、肘を曲げずに、そのまま落とすんですよ。はい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 。で、手を上げて、力が当たるだけなんですけど、はい、その時に太ももに当たるじゃないですか、はい、痛いですか。痛くないです。じゃあ抜けてないです。なるほど。要はその手を上げて落ちる時に、はい、あの緊張があるとブレーキがかかってる状態で落ちるので、はい、ゆっくり落ちることになるんですよ。なるほど。そうするとあの当たった時に あんまり痛くない、はい、だからもう完全に抜くんです。キュッとで、やっちゃいけないのは振る、手を振ること、はい、当てたいなと思うと手振っちゃうので、はい、無視して力が抜くなる。なるほど。で、その時に大事なのが手の腕の重みをあの相手の腕に伝えるということと、はい、あと当たったところからこう波紋が広がるようにイメージする。シトネンって言うんですけど。波紋聞きましたよ。どうですか今ここまでは。波紋シトネン聞きました。シトネン、シとネン、どうですか、うさんくさい感じは増しましたか。いや、ちょっと出てきましたね。ちょっと出てきましたね。いや、なんかこの辺まではなんかあーっていう、うん、シとネン、波紋ってきたところでちょっときましたね。ちょっとピクピクってきましたね。広がるイメージと、はい、あと当たった瞬間に腰を落とす、それ体重がこう乗っかってくるイメージ、そのこの手とかに。ああ、そう、あ、そうですね、そうですね、はい、当たった時に腰を落とすことによって、はい、あの自分の重みがさらに乗っかる。なるほどなるほど。っていう感じなんですよ。はい。食らってみてください。まあまあまあ。さっきの。じゃあ、どこがいいですか、当たるところ。どこがいいんですか。いや、ここはでも、あ、薄いから、こっちの方が、こっちの方がいいですよね。あ、まあ別にどっち、どこでもいいです。こっちで。こっちでいいです。はい。じゃあ、もうちょっと下に下げてもらって、はい、手を落とすんですけど、はい、まずは力を抜くことなんですよ。はい。自分が当たるところは手のひらでもいいですし、腕でもいいです、まあ、どこでもいいです。はい、はい、ただ抜く練習です、はい、でこれ何回か練習してうまく抜くようになったら、はい、今度は振らずに手の重みだけ乗っけるんですよ。これ腕、こっから先。そうです、そうです、はい、こっからもう本当に先の重みを乗っけても大丈夫ですか。もちろんです。了解です、はい、お願いします。もうちょっとしていいですかね。じゃあちょっとしゃがんでもいいですか。しゃがむ、はい。ちょっと、ありがとうございます。じゃあ乗っけますね、はい、やばいですこれ。気がついたら、なんか目の前が緑だった。今さ、
いやでも多分クソ、うん、え痛くないんだ。どういう、どうやったんですか。いや痛くはないですよ。おお、もう一回もう一回もう一回。いや痛いまでやるのおかしいでしょ。いやじゃあ今まだ完成じゃないですよ、うん、あ今手の重みだけなんで。そうまだ完成じゃない。あ今のが手の重みってやつですか。手の重みじゃあもう一回調子を上げていただいて本当はあのここでやるんですよ。あ、内側行きましょう。次こっちでやった方がいいです。多分ね、こっち側の方が痛いと思います。あの骨近い。いや、こっちも痛かったですよ。あ、こっちの方がいいです。あ、こっちの方がいいです。はい、で、立っていただいて、で、練習するときは相手の腰の高さに合わせてあげますよ。こうですか。そうです、そうです、はい、で、やると練習しやすい。で、当たったときに、はい、手が落ちて当たったときに腰を置く。はい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 、こんな感じ。はい、お伝えしてね、なんで笑ってるんですか。そうなんだ、そうなんだ、テスさんそうなんだ。なんで笑ってるか分かるでしょ。俺もいつもそういう気持ちが分かる。なんで笑ってんのかなって。違うさ、サングラスかけてますし、テスさんとちょっとダブって。ああ、サングラスかけて頑丈だと笑っちゃうっていう。あ、でも空手やってらっしゃるんですよね、多分ね。そうそう、昔ちょこっと、はい、だから多分大事すぎようと思いますし。はい、じゃあここら辺で、はい、ここら辺でいきますね。いやだから、笑うことやめてください。ごめんなさい、じゃあ落としますね。お願いします。はい、じゃあいきます。うわぁ、もう終わりだ。いや、めっちゃ頑張ってる。めっちゃ頑張ってる。本当に行くかって今。待って今、頭から振られてた。なんか腕取れたか。いやマジで切れたかと思って。打診お願いします。一番響くやつ、はい、必殺技に名前つけてんのちょっと。なんか取り替わって投げる。